おばあちゃんの入れ歯でカスタネット作ろ。どうも皆さんこんばんは、ココレモンです。今日もデッドバイデイライトで遊んでいこうと思うんですけども、突然ですけど皆さん、あの人運いいなとか、自分今すごい持ってんなって思った経験ありませんか？例えばガチャ引くとレアキャラしか出ないとか、クラスの席替えのくじ引きで一番後ろの窓側の席しか当たらない人とか、波に乗ってる時ってとことん波に乗ってませんか？まあ俺もお風呂上がりにいろんなサイトを見て回ってるんですけど、いやそれネットサーフィン、違う波に乗っちゃってる。そこで今回検証したい内容はこちら。ゲームの世界で運気が上がっていれば、現実でも運が上がってる説でございます。ラッキーボーイ、ラッキーボーイ、ラッキーボーイ。はい、そうなんですよ。さてここでデッドバイデイライトでどうやって運気が上がったのを試せるんですかって一つ疑問に思った方いると思うんですけども、いいシステムを一つ見つけたんですよ。それがブラッドウェブ、皆さんご存知でしょうか？このブラッドウェブの仕組みをちょっと説明したいと思うんですけど、貯めてたブラッドポイントを消費してパークやアイテムなど集めてキャラクターを強化できる要素なんですけども、皆さんこう円になってるの見えますかね？外側から 1,2,3 って3つあるんですけど、基本的にはこの外側からまあ侵食されてだんだん取れなくなってくっていう仕組みです。でこれキャラクターのレベルが50になるとパーク4つ出てきて、1つ目は自由に取ることができます。で3つのうちの1つがランダムで消えて、最後の2つのうちどちらかが取れるんですね。つまり1つ目取った後の2つ目のパーク消えるっていうのは確実にランダムなんですよ。で試しに例えばこのレベル3のパークがですね、まあレベルが高い方が先に消えるのかなと思って検証もしたんですけど、完全にランダムでした。ということは好きなパークを2つ取ることができれば少なからず運が少し上がってるって言えるじゃないですか。これをね5回連続で成功した上で現実で運が上がってるかちょっと検証していきたいと思います。よければどうぞ。デッドバイデイライトではやっていきましょうか。生きるか死ぬかの戦いなんでね、今回はまやかしと血の追跡者、この2つを狙ってやっていきましょうか。まずは血の追跡者をゲットしていこう。あっ、さあやっていきましょうか。これは生きるか死ぬか大人の戦いなんでね、今回はピエロ教唱とノックアウト、この2つを狙ってやっていきましょう。まずはノックアウトを手にしていこう。嘘でしょうがそう、思った以上に狙ったパークを2つ取るというのは難しいようだ。これ5回連続いけんのか。では気を取り直してやっていきましょうか。今回は光よりいでしもの、そして堕落の介入、この2つを狙ってやっていきましょう。まずは光よりいでしものを狙っていきたいと思います。よしよし、いいですよ。まずは堕落の介入を1つ目クリアと、ダブルアップ、いいですね。さて波に乗って2つ目クリアしたいところですね。じゃあ今回は堕落の介入と忍び寄るもの、鹿パーク、鋼の握力、そして溜め込み屋、溜め込み屋にしましょうかね。じゃあまずは堕落の介入を、よしイエス、ダブルアップ、いいですよ。波に乗ってきてる。さあここから中盤ですよ、大事ですね。じゃあ血の恩恵、地獄耳、マインドブレーカー、処刑人の妙義、地獄耳と血の恩恵にしましょうか。じゃあ地獄耳からいきます。よし、ダブルアップ。さあこっから4戦目ですね、ぐんとチップをかけていきましょうか。今回の手札は
地獄耳、反問のトレイル、圧倒的存在感、そしてじゃあ失礼いたしました、野蛮な力ということですね。まあ反問のトレイルを狙っていきましょうか。まずは地獄耳を、よし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 、確実に勝ち、はい、今のはですね、あのディーラーのミスになります。なので今回は一度チャラにさせていただきます。さて気を取り直して、先ほどと同様チップは多めにかけてます。で今回の手札は迫害ととどめの一撃、そして溜め込み矢と野蛮な力ということですけども、先ほど溜め込み矢で勝ったんですよね。ここは溜め込み矢にベットしましょうか。とどめの一撃もいいんですけどね。まずは野蛮な、よしよし、ダブルアップ、いいですね、波に乗ってきましたよ。残すところあと一戦でございます。さて5戦目最後ですね。今回もベットは倍額かけております。伝播する狂気、マインドブレーカー、無慈悲、そして溜め込み矢レベル3ということで、まずはレベル3の溜め込み矢を取りましょう。そして伝播する狂気にかけたいと思います。イエス、あれこのパターンでいくとやばない？一応だよねだよね。はい、ということで今回もディーラーのこれはミスになります。一度チャラにさせていただきます。はい、では場が流れて最終決戦5戦目でございます。ベッドはモリモリ、狂気の根性、鋼の握力、報復、マインドブレーカーということで、マインドブレーカーを取って報復にします。よしよし、取れるよね。オッケーオッケーオッケー、ダブルラ、これで5回連続ということになります。ただ一応ちょっとね、ディーラーのミスがありましたので、まあ、さらにね運気を上げるために6回連続にしましょう。俺が持ってるということをここで証明していこう。ラストです。ベッドはモリ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 です。血の番人、監視、そして斬新の戦術、報復を取って監視を取りたいと思います。よし、ダブルアップ、よし、ありがとうございました。では今運気が上がった状態で現実の世界ではどうなのか検証していきたいと思います。どうぞ。ということで皆さん、これ何かわかります？エンゼルフレンチ、まあランダムで一箇所にビリビリが来るという、皆さんもうお分かりですね。まあ運が上がった俺はもうこんなの全然怖くないですよ。ということで2分の1で光ってるところにどちらかに来ます。2分の1でねやっていきたいと思います。ビビってはいない、決してビビってはいない。ここね、ここにします。まあ運が上がってるんで大丈夫なんでね、そんなに。すごい痛かったんですけど。指ある？指